ご覧ください、こちらが政府艦隊機関パラメキアです。ノーチラスで逮捕されたアルツ・ルシファー、現在この間に身柄を拘束されています。ルシは首都エデンへと護送された後、正式な処分が下される模様です。見せ物じゃねえぞ。政府代表は凶悪なルシに正義の裁きを下す。クライマックスがルシの公開処刑。ファルズを憎む人々は喝采し、ファルシによる支配は盤石となる。ファルシの思惑通りか。だが我々のチャンスでもある。ルシを護送する機関パラメキアの陣頭指揮には第3政府代表自らが当たっており、ファルスのルシ問題解決への強い意欲を示しています。餌だな、露骨に誘ってやがる。何を。仲間はここだ、助けに来い。俺らを待ち構えてるってわけか。面白い。乗るぞ。オッケー、乗せてってやるよ。準備ができたら出発だ。済んだら俺んとこ来な。バニラとサッツを助けるのが最優先だ。敵に突っ込むばっかじゃなくて慎重に行こう。ま、俺が言っても説得力ねえけどさ。政府の代表なんて惨めな野郎さ。どうせ毎日ファルシにペコペコしてるに、そんな情けねえやつ姉さんが負けるわけねえさ。レインズは人間が自由に暮らせる国運を夢見ている。だから俺ルシの力を貸すって決めたんだ。レインズの夢を叶えたらセラも絶対喜ぶからな。バニラとサッツを助けるのが敵に突っ込むばっかじゃなくて慎重に行こう。ま、俺が言っても説得力ねえけどさ。父さん無事だそうです。騎兵隊の別動隊が助けてくれて今は安全なところに。本当は会って話したいけど、進む道は自分で見つけないと。政府とは国運社会の平和と安定を守る組織である。学校でそう習いました。ある意味間違ってないですね。政府が守ってるのは人間じゃなくてファルシのための平和と安定だったんです。結局ライトさんと一緒に政府と戦うことになっちゃいましたね。でも理由は変わりました。今僕が戦うのは復讐のためじゃないんです。父さん無事だそうです。騎兵隊の別動隊が助けてくれ。本当は準備は万全ですか。さっさと出発しようぜ。やっとバニラが見つかったっつうのにもう待てねえよ。バニラを助けたらあとはどうでもいいってのが本音だけどさ。せいぜい暴れてダイスリーの野郎を買ってやるよ。世話になったレインズへの恩返しとうちらを追い回した政府への仕返しだ。
が准将で、お前が軍曹だっけ？階級制度っつうのがよくわかる。国運の連中って、めんどくせえルールに従うのが好きだよな。だから政府にも発信したら引き返せねえぞ。発信したら引き返せねえ。こいつでサイコムの所属になります。お前らをパラメキアに配達だ。俺たちは荷物かよ。腐りきった政府へ送るプレゼントさ。サイコムなんか蹴散らしちまいな。他人事だな。相手が何人いると思っている。何百だろうと何千だろうと関係ねえよ。バニラが待ってんだ。大丈夫ですよ。バニラさん、僕より全然たくましいから。怖くないのか？怖いです。でも一人じゃないから。ライトさんもスノーもいるし、ファングさんも同じファルシに呪われてひどい目に遭ってる仲間です。さあ青春ごっこはおしまいだ。乗った乗った。なんで俺だけ呼び捨てなんだよ。ダイスリー閣下ご自身がおいでになるとは思いませんでした。アルスの脅威は国運全体の最重要課題だ。指導者が戦いの先頭に立つのは当然だろう。敬服いたします。武士の処刑を楽しめる最上の席でもあるな。いつまでかかるんだ？今識別コードを確認している。さっさと着艦させないとあんたのケツに墜落するぞ。識別コード確認、着艦を許可する。待たせやがって。パラメキアへようこそ。バニラとサッツを助け出す。行くぞ。
これ決まりだな。大した敵じゃない。Come on.
敵意を感じる。ルシでも終わりだな。
した敵じゃない。ということはない。
余裕だな。大丈夫？もうたくさんだ。ねえのに、てめえの始末もできやしねえ。サツ、グフラ、捕らえろ。息子さんのクリスタルは首都エデンに運ばれて、国運を救った悲劇の英雄として記念碑になります。記念碑だと？どっちが物じゃねえ。ルシの息子として忌み嫌われて惨めに生きるより、物として丁重に扱われた方がよほど幸福でしょう。次に目覚めるときは処刑台ね。
私の方だよ。私がみんなに嘘をついたから。もういい、今さら後悔したって。でも私がちゃんとしていれば。お前がクリスタルだったってことはだ、ドッジもいつか目を覚ますってことだ。聞かせてくれねえか、どうやって目覚めたんだ。果たしたんだろ、使命。私はコクーンと戦うためにルシに選ばれたの。グランパルスで何百年も前に一度使命を果たして、私たちはクリスタルになったはずだった。ファング？目覚めたらコクーンだった。新たな使命の始まりだった。でもファングは何も覚えていなかった。今度も誰かを傷つけるのが使命かもって思ったら、考えるのも嫌で嘘をついた。記憶をなくして何もわからないふりをして、私はルシの使命から逃げようとした。逃げ続けてたんだ、今日までずっと。道を開けろ。邪魔する奴はぶっ殺す。挑発してどうするよ。脅せば逃げると思ってさ。無駄に犠牲を増やしたくねえ。望み薄だな。向こうはコクーンをルシから守ると信じて戦っている。ファルシに操られているとも知らずにだ。ふざけやがって。人間は道具じゃねえ。各員に通達、ケース